1月27日にこの自民党という絶望という本が出版されました。石破さんもお書きになっております。この本の中でジャーナリストの鈴木エイト氏は驚くべき事実を明らかにしております。国際勝共連合関連資料と題された1987年に発生した朝日新聞阪神支局襲撃事件を捜査した兵庫県、県警捜査一課が作成した資料によると、日韓親善協会の中に勝共連合のメンバーを送り込み、自民民社商工会議所のメンバーを引き込んでいる。自民党本部の職員に10人前後の勝共連合のメンバーがいる。東力議員の秘書 A 氏はそのメンバーで活発な講演会を開いていると。私はこの兵庫県警捜査一課資料を入手し、ここに持っております。なるほど、この資料には、本では A 氏となっている東力議員の秘書の実名も、ここには出ております。谷公一国家公安委員長に聞きますけれども、この資料は、兵庫県警が作成したものに間違いないと考えますけれども、朝日新聞阪神支局襲撃事件の捜査にあたって、統一教会勝共連合について、捜査や調査を行ったことはお認めになりますか。国務大臣谷公一君。すでに控訴事項が成立している一連の事件についてのことであり、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。そういう答弁を予想したんですが、今から35年前の1987年5月3日に朝日新聞阪神支局が銃撃され、2人の記者が殺傷される事件が発生いたしました。いわゆる赤包帯事件と呼ばれるものでありますけれども、警察庁、今日は刑事局長に来ていただいております。警察庁が控訴事項直前の平成12年版の警察白書の40ページで、広域にわたる朝日新聞記者殺傷、器物破損及び爆破未遂事件、警察庁指定116号事件について、どのように白書に書いてございますか。警察庁刑事局長、渡辺邦義君。少し長くなりますけれども、平成12年版の警察白書において、広域にわたる朝日新聞記者殺傷、器物損壊及び爆破未遂事件、警察庁指定第116号事件、昭和62年1月、朝日新聞東京本社に対する散弾銃発砲事件が発生したのをはじめ、5月に朝日新聞阪神支局において、当社記者に対し散弾を発射して1人を殺害、1人に重傷を負わせる殺傷事件が、9月には朝日新聞名古屋本社の寮における散弾銃発砲事件が発生した。これらはいずれも赤包帯を名乗る犯人による一連の朝日新聞襲撃事件とみて、警察庁では同月、警察庁指定第116号事件に指定した。その後さらに63年3月に朝日新聞静岡支局に対する爆破未遂事件が、8月には東京都内の下部リクルート前会長宅に対する散弾銃発砲事件が発生したため、追加指定を行った。平成12年7月末現在捜査中である。宮本武史君。この赤包帯事件の前段階で、実は高筑紫哲也氏が編集長を務める朝日ジャーナルに、統一教会の関係者からと思われる脅迫状が届いておりました。筑紫哲也さんはその内容の一部を、1985年5月17日号の朝日ジャーナル多事総論に書き残しておられます。口にするのもはばかられるような表現でありますけれども、脅迫状の中身でありますが、文鮮明様のためだったら命の一つや二つ捨てたって惜しくない奴が俺たちの仲間には100人以上いるんだ。言っておくが、警察は俺たちの味方だ。俺たちの操り人形だ。俺たちには岸元首相がついている。まず筑紫哲也のガキとその女房、それに薄い記者とかいうやつもその家族から殺してやる。赤サタンを殺すことだけが生きがいの文鮮明様の人より、このような脅迫状が前段階で送られているわけですから、朝日新聞阪神支局襲撃事件の捜査の過程で兵庫県警捜査一課が統一教会国際勝共連合を調査捜査したのは当然のことだったと思います。兵庫県警がここまで調べ上げていた自民党本部と統一教会の癒着を、兵庫出身の谷大臣が控訴事項だから我関せずでいいのか、このことが問われますが、もう一度調べるべきでは 谷大臣ありませんか。一連の事件につきましては、私は国家公安委員長として許し難い暴挙で、こういうことは二度とあってはならないと思っております。ただ先ほどご答弁申し上げましたように、控訴事項成立後に捜査を行わないというのが原則でございます。ただ、犯人が自ら名乗り出た場合など、特段の事情がある場合には、警察として事実確認などを行うことはあり得るというふうに承知しているところでございます。自民党と統一教会との組織的癒着なんですよね。地方にとどまるどころが、本部に10人の信者の職員がいたと、こういうことでありまして、これはやっぱり明らかにしないとね、総理は昨日も大事なことは未来に向かって関係を断つこととおっしゃるんだけれども、未来に向かって関係を断とうと思えば、
過去に目を閉じては未来は語れません。そしてこの問題は自民党総裁を兼ねる岸田首相でなければこれは責任ある答弁ができないのは官房長官おっしゃる通りなんです。委員長、統一教会問題、とりわけ統一教会と自民党の歴史的な癒着を明らかにするために総理の出席を求めて予算委員会の集中審議を求めたいと思いますが、お取り計らい願います。理事会で協議します。エアソプチョンド미국에가져오고철창축제에참석할수있는거예요아주잘해완전히특수부대전문가처럼보여完全に特殊部隊専門家のように見える。그러니까이런내용을이런훈련을통하면서皆さんはこんな訓練を通じながら진짜총을쏠수없지만本物の銃は使えないけれども에어소프트훈련통하면서에어소프트訓練を通じながら많은훈련할수있죠訓練することができる아이들은子供たちと그러면서우리평화젊은놈들도우리성전에도우리이번장한테말할텐데라고에리카와카이초한테말할텐데그젊은이들이훈련하고캠프하고뭐할때訓練してキャンプする時に훈련도같이포함할거예요こういう訓練も含めるように브라질주만안돼주주주だけではダメだ클리스크림만안돼클리스크림만だけではダメだ중기훈련해야돼중기訓練をしないといけない중기를못하니까에어소프총이라도에어소프트중기でもして미국에왔을때아메리카에갔을때쏠때銃を진짜쏠때本当に여러분의능력을쏠때皆さんの能力と才能を見せてやるのです。이총기의안전법을완전히주관하고안전보호이총기의시스템을완전히이해하고이해하고이해하고주관시스템을완전히이해하고주관하고있고주관시그런そのような커뮤니티를보여커뮤니티를見せてやるんですよ이런아베권사람들을중국헌법과전도와하나님의왕국과철창왕국을감사합니다오국도대치오국과선포するんですよ그래서이제는감사합니다하나님께서에어소에어소프트에어소프트이거는아버님께서도총기소유는불법이었으니까한국에서한국에어떤회사하셨어요처음회사どんな会社をされましたか初めに공기총공기총에어소프트는뭐예요공기총이에요여러분놀랍죠공기총だよ놀라워요驚くね다시再び그섭리를設立を다시再び깨우치시는거예요目覚めさせるんだよ그걸통하면서アメリカに있는남자들과좋은여자들좋은가정들私たちと良い女子たちと良い家庭たちを訓練させるんだよ그런그런내용을통하면서유나를두지나가라철창왕국의대조국의조조적인조건을다테르다네그조건세우면세우면서그나라에서그총기소유의토론을시작하게될수있는토론을하시는다요그런대회를할수있는소유대회를できるんだよ이어소프트모든젊은놈들같이若い奴たちと一緒に한총기소유의군대가돼총기소유의군대になって건총기소유에의해서중기소유의ために목소리를높일수있는그런고요놀라운高めることのできる아버님께서선물을주신驚くべき아버님が贈り物をくださったんだね딱이때ちょうどこの時に이아이가완전히미국총기소유완전히소유사범들을아메리카중기소유의시한たちの뒤집히는世界を完全にひっくり返したんだね여러분은에어소프트훈련으로だから皆さん에어소프트훈련により여러분도에어소프트훈련으로도그에어소프총도미국에가고에어소프트총도아메리카에못기대철창축제에참석할수있는다네물론그한국에서물론한국에뭐야찾을수없으니까미국에서아메리카에준비するから준비할테니까여기와서ここに来て살수있게할게요여기가えるようにしてやるからここで그러면서여러분도철창축제도鉄道祝祭も참석하면서出席しながら그에어시보철창양そのやる15다함께우리미국鉄道と一緒に있는시민권있는사람들과함께아메리카にいる시민権のある者たちと一緒に参席できる놀라운驚く혁명이되는革命が起きるんだよ이제시민들이시민たちが今노예취급을받는거야노예扱いを受けるんじゃない하나님의왕국이이제오는거야神様の王国が今来るんだよ야놀라운역사적인놀라운역사驚くべき役した驚く役した한번해봐이거는이제는진짜처음으로これは今から AR15 철창쏘는거야初めて AR15 鉄銃を쏜다네봐봐見ろよ이거진짜총량이지これが本当の銃だよ教堂外挂着告示，上帝的圣杖保护着这个王国。在天一国的圣所教堂内，人们戴着王冠，拿着步枪，很难想象他们正准备参加一场联合婚礼。We will now remove our rods of iron from the cases that have been set vertically.这里是美国宾州，多对穿着白纱的新人正准备和另一半交换结婚誓约。枪是圣杖，子弹是王冠，他们是统一教信徒。You know, he stands against the murder and genocide of 70 million children in the womb. He stands against, you know,
very radical left-wing ideologies being pushed on our children. 教主文亨敬是韩裔美国人，他的父亲是南韩统一教创办人文先明。在信徒口中，他是父亲指定接班人，天英国的第二个国王。他们支持用枪，这也成为总统大选中的鲜明立场。信徒力挺川普，反对左派势力和种族抗争。Not only do I think it's serious, but a lot of Democrats went out and got themselves guns when they see what's going on with Antifa and Black Lives Matter. 飘雨的宾州郊外，信徒们跪地磕头，地上铺着塑胶布，这个动作得连续重复120次。他们向上天祈求的是。当跪拜仪式结束，信徒们搭上巴士，外面还贴着挺川标语，前往位于山间的另一处教堂，在这里表达对总统连任的支持。教会大厅放着国旗和枪支的彩绘图，信徒们相信这场大选是一次正义与邪恶之战。只要每天固定膜拜仪式，连续21天，直到大选当日，就能帮助川普连任。They will just, gather to do, whether it be going to Trump rally or.Whether it be just going to a certain place, a holy place to pray. 川粉们在选前用自己的方式力挺偶像，但不理智情绪难免擦枪走火。纽约街头，川粉和民众发生冲突，立刻引来警方关切。但这种选前的激情，对很多家庭来说，政治是现在不适合讨论的禁忌话题。